ちは。お昼ありがとうございました。ゆきのちゃんの前髪好き、ありがとうございます。なんか短くなりました。キムチ鍋の人の早そうです。私がキムチ鍋でございます。なんかキムチ鍋作った人みたい。ベリムユさんナンバーワンありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。前髪は強い、強くないですよ。あ、でも動かないです。昼公演で雪のコールしました。ありがとうございます。めちゃめちゃ聞こえてました、皆さんのコールが。皆さんのコールのおかげで頑張れました。ランキング変わる瞬間で決めに来ました。アイピにも負けてない前髪やで。そうですか。でも動くときは動くんですよ、私の前髪は。でもね、今日は多分ね、あの青のケープ、1回目青のケープ、2回目紫のケープ、3回目 VO5 で前髪の構成はされていますので、はい、今日は動かないです。動かない日でございます。はい、ケンさん好き、ありがとうございます。声枯らしていまへんな声。皆さんあれですね、めちゃめちゃ声枯れてる方多かったです。一貫さんくもありがとうございます。三中で固めてるのか大変やね。そうですね、でもなんかね、あの大変って思うじゃないですか。でもそれが習慣化されてるんですよ。私はもうこれがなんて言うんですか、これペアルックじゃなくて何やっけ、ルーティーン。全然ちゃうかった。はい、ルーティーンになっているので全然大変とは思わないんですけど、ペアルック。雪のコールたくさんでしたね。はい、ありがたいことに。ありがとうございます。お疲れ様です。ペアルックイコールルーティン、やばいですね今のは。エピさんクッキーありがとうございます。前髪すぐ崩れちゃう。でもね、髪質によってね、多分あのあれなんですよね、固まるスピードとか変わるんですよね、何使うかとか。雪のもなんか中学なんやろ、2年ぐらい、いや違うな、中学3年になってからなんか固まり始めました。でそれまでは本当に髪質が違うかったから全然固まらなかったです。横も固めてるの。そうですね、全体固めてます。もうここもガッチガチやし、サラサラなのはここだけです。あとは鉄。渋谷倒れ子の一日店長行くね、ありがとうございます、待ってます。一日店長をね、初めてさせていただくのでね、すごくどんな感じかなってめちゃめちゃ楽しみです。ひゃー、つよさんナンバーワンありがとうございます。けんさんも好き、ありがとうございます。みんな汗すごかったけど夜も頑張ってね、ありがとうございます。もうなんか最近外の気温も暑いから、暑いのとコールが解禁されたのとで、熱気とその普通の気温とでめちゃめちゃステージ側も暑いです。
この前までは涼しかったのに。めちゃめちゃ暑いです今。やばいです、髪固めると洗っても落ちない感じ。いや落ちますよ、全然落ちます。でも頭洗う回数は必ず3回。明日サンリオ来ます、ありがとうございます。明日サンリオ来られる方どのくらいいますか。ポニーテール、ポニーテール外しても固めてるところは残りますね、全然すっごい残ります。だから一回櫛で溶いてほぐして、そこからトリートメントしてシャンプーして、トリートメント処理シャンプートリートメントシャンプートリートメントってしてます。明日行きます、ありがとうございます皆さん。わあ、いっぱい来てくださるんですね、ありがとうございます。曲もね、皆さん何すると思いますか。ナンバーサイティン購入したよ、ありがとうございます。何回3回でもあのシャンプーからカウントされます。シャンプーリンス、シャンプートリートメントでワンセットです。私はトリートメント、シャンプートリートメント、シャンプートリートメント、シャンプートリートメントするんですよ。だからね、その1回、最初の1回のトリートメントは、ね、カウントされません。盛り上がる曲だろうな、どうでしょう。セットリスト匂わせしよう、皆さんでちょっと予想してみてください。ダウンはマストかな、うわーどうでしょう。明日セットリスト発表する、どうなんでしょうかね、されるんですかね。だからされへん気すんな、わからないですけど、その辺は何も言われてないですね。ささささ、最高からのドリアン少年、あーなぎいちはありそう。おなんか同じ反応しかできひん、だって反応変えたら皆さん分かっちゃうじゃないですか。ケンさん好き、ありがとうございます。トリートメント無駄になってない、いやあのそれ用のあのシャンプーじゃねえや、トリートメントがあるんですよ。ちょっと調べてみてください。法定速度とかあるかも、どうでしょう。法定速度でもやりたいですね、周年の時できひんかったから。周年じゃないわ、なんや元旦の時やりたかった、覚えてたのに。うん、ジュゴンはジュゴン、おお。北県ササさドリアンなぎいち、あドリアン多いですね。ジョーリさん、チューリップありがとうございます。ラップタイムありやな、あ妄想マシーン365、どうでしょう。誰にも言わんからこっそり教えてくれへん。いやあの私ね、あの一人に伝えるとするじゃないですか、雪の時に一人に伝えてたとしても、その今何人ですか、919人、約1000人の方に教えることになってしまうんです。ダメですよそんな、ダメダメ。皆さんね、楽しみに謎なままお越しください。ルームの直直筆合ってます。生自身も少し前だけど、ありがとうね。いやーこちらこそありがとうございます。皆さん届いた報告ありがとうございました。雪乃も届いた報告されて、もう届いたんやってなりました。よかったってなりましたね。客席には来ないんかな、どうでしょうね、どうで
しょ。昼夜の間にあれですね、人狼とか行けそう、行けるかも。あの反応隠すのちょっと得意かもしれないです。あれは絶対やるやつやん。あれ、そう、あれどれ口固いから大丈夫だよ絶対ダメです。キャラクターと踊る曲とかあるはずだから可愛い曲でしょう。わあ、どうでしょう。まあね、鳥なんで鳥をさせていただくので、ありがたいことにね。あ、直筆かやばい、アホがバレる。アホがバレるやばい、ちょっとあの聞かなかったことにしてください。直筆っていうのは一言ついてるのが嬉しかった。わあ、よかったです。頑張った甲斐がありました。頑張るっていうか、なんかでも言うてその方とのね、思い出を思い出しながら帰ったからすぐ終わりました。家で頑張って書きましたよ、私は夜中に。大丈夫、高校行く。確かにそうですね、全然間違えてないですよ、直筆。うん、大丈夫、何も言ってない。家に持って帰ったん？持って帰りました。持って帰って、じゃあ劇場で書いてたら、あのその時ちょうど公演の時に書いてたんで、そのメイクとかご飯とか着替えるとかあって、あんまり時間取れなかったんで、家に持って帰って書きました。マジ大切にします。ありがとうございます、嬉しいです、そうやっていただけて。 NMB メンバー半分以上直筆って読めない説あるからねそうなんですか。でも確かにいそう高校生活心配になる大丈夫です、なんとか乗り越えていきますが縁に飾っとくか、そんな入れてくださるんですか。醤油とか写真にこぼさずそうですね、何も周りに食べ物とか飲み物とかなかったので大丈夫だとは思うんですけど、心配ですね、そうやって言われたら。パワーブレーって乗り越えて、そうですよ、人生はね、勢いが大事です。そうです、何でもノリと勢いで乗り越えていけるんです、大丈夫です大丈夫と信じます私は。夜もファイト、ありがとうございます、頑張ります。でもなんか私もあんまり今の公演で、あのどこに何のコールが入るか、何のコール、どのタイミングでミックスを打つかとか、そのなんかどのタイミングでハイハイ言うかとか、そのまだ覚えきれてないんで、あ、そこで言ってたやんみたいな、びっくりする時もありますでもなんかね、あのファンの方たちの団結力っていうか、あのなんて言うんですか、コールするのに迷いがないからめっちゃ聞きやすいというか、そのなんかスッて入ってきやすいです。
まだ歌もどこも探り探りです。あれで探り探りなんですか？すごいですね。すごいですね。コロナ復習頑張ってますし、昨日もちょっと覚えるの頑張ってます。今いつかね、あの公演とかライブとかでミックス一緒に言えたらいいですね。田中コールはまだないないです。コールは田中ないんですけど、コールの方は雪乃でちょっとお願いしたいんですけど、なんか曲終わりとかにファンの方がお名前呼んでくださるんですけど、あれなんです。その時に名字で呼ばれたら結構分かりやすいなと思いました。そんなにコール揃ってるの？そうですね、めちゃめちゃ揃ってます。ではそうですね、田中じゃなくてカシューナッツ忘れてた、カシューナッツつよさん、キャンディーありがとうございます。そろそろ15分も経ったので終わろうかな。やばい、今白目向いてた、やば、怖。ちょっと失礼な姿を、失礼な姿を、ね、アイドルとは思えない瞬間を見せてしまいました、申し訳ないそんな姿も応援してください、よろしくお願いします。ではランキング読みます。13位ジョーさん、ありがとうございます。12位ヨイチさん、ありがとうございます。11位シロタンさん、ありがとうございます。10位イノノキモチさん、ありがとうございます。9位ミモノさん、ありがとうございます。8位イノチさん、ありがとうございます。7位キューブレモンさん、ありがとうございます。6位ケンさん、ありがとうございます。5位ツヨさん、ありがとうございます。4位ベリマヨさん、ありがとうございます。3位ありが違うありがとうございますって思った。3位エピさん、ありがとうございます。2位ジョエルさん、ありがとうございます。そして1位イチカさん、ありがとうございます。ありがとうございました。では私は今から夜に向けて体力を温存しつつ、ご飯とか着替えとかメイク直しとかいろいろしていきたいと思います。はい、ではまたね、ありがとうございました。